ここに俺たちの城が建つ。めでたいよな。これも霊石のおかげってやつか。でも子にだけはどうも恵まれんようだ。これがあの若め野郎の言ってた夢の代償ってやつなのか。くそ、笑える、笑えるよな。へっ、だよな。あやかしのお前には分かんねえか。ついに俺たちも一国一城の主だが、ここに来て地方の大名が連合して織田に歯向かってきた。そこで信長様はその旗頭たる石山本願寺を叩き、一気に連合を解体するつもりだ。信長様の天下取りも近い。秀吉軍の霊石とあやかしの力、本領発揮といこう。